ASN 事務局です。二月十九日に行われた例会の報告です。二月例会はコロナ蔓延防止措置期間中ですので、有志だけが集まっての縮小会合となりました。いつものプログラムと変えてワイガヤ会議というワイワイガヤガヤと意見交換をする会となりました。 参加者は10人でした。少人数なので内容の濃い議論が期待されます会議のテーマは2つありますに1つが20周年記念事業案もう1つがこれからの ASN についてこの2つについて 議論が交わわされたわけですまず司会の桑原記念事業実行委員長からこれまでのそれぞれの節目での事業の紹介がありましたバス旅行講演会それから音楽の講演などがあったようです。 また現在提案されている案としてバス旅行マルシェの開催 ASN の名称変更活動場所の設置などがあることが紹介されましたこうして自由討議を行ったわけですがさまざまな意見が交わされカンカンガク,ガクの議論が続きました。 石田大石の二人もまだ入会して間もないなどと言いながらも実に建設的な意見を述べてくださいました議論の流れは20周年記念事業の方向として次の二つに集約できるとされました一つが20年続けてきた 自分たちのご褒美として旅行あるいは宴会をしたりする企画もう一つが ASN の存在感を高める企画部外者若い世代の人々にアピールして ASN の存在感を高めそして ASN の存在を知らしめる というふうな企画を行って入会を促すという案です。この二つの方向について議論が進められることとなりました。この二つの方向、どちらにするかあるいは両方を行うか、実は結論が出ませんでした。 そこで改めて20周年記念事業の提案を再募集することになりました実はすでに会員の皆さんにはメールで募集の通知を行っているのですが改めて募集いたします。改めてのの通知なんですけれども、20周年記念事業の 案を募集いたします時期は来年の5月です予算は10万円くらい細かいことはホームページに要項がありますので参照してくださいそれから20周年記念事業の実施に向けてですね 20周年記念事業の実行委員を募集しますもし応募者がなければ桑原委員長が指名をしますので、えー、よろしくご協力をお願いいたします。以上が20周年記念事業についての議論の内容の簡単な説明です。 よろししくお願いいたします、えー、それからもう一つの話題ですね、えー、ちょっと色変わりましたけれどもこれからの ASN についても議論をしたんですけれども、えー、これはもう毎回出ている話題,な話題といいますか懸案事項なんですけれども女性会員を増やすそれから「 若い世代の会員を増やすと結局これから ASN が続いていくためにはですねこ,れのもこの問題を解決していくことに尽きるということですね、えー、ず毎,毎年のように懸案として、えー、議論に乗っているわけですけれども、えー、これについてはですね 期限を設けずにですね、こうしたらいいんじゃないかこうしたら若い人たちが入ってくるんではないかまあ若い人っつってもまあ50代60代後半ぐらいの人たちなんですけれどもそういう人たちが入ってくるんではないかという意見が意見あるいはアイデアがありましたらですね事務局あるいは会長の方までですね ご意見を寄せていただければと思います。本日の二月例会の報告は以上となります。よろしくお願いいたします。結局、まあここから数えてまあ二十周年ということを考えているわけですね。それで今まであのその途中にはですね。